私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンチュー。例えばこんな動画がいっぱいです。私たちは湖南市石部まちづくりセンターで活動しています。樹脂粘土クレアのミッシェルです。私たちミッシェルは皆で楽しく季節の草花を樹脂粘土から作っています。作った作品は銀行やまちづくりセンターの受付、また地域の文化祭などに展示し、ご来場の皆様に見ていただいています。活動日は毎月第3金曜日午前10時から13時までです。先生や皆様と楽しみ持って手先を動かし、頭の回転を良くして頑張って作品を作っています。年齢性別は問いません。お花が好きで作品作りをしたい方は気軽に一度見学にお越しください。お待ちしています。いつまでも健康で生き生きと頑張ります。アミンチュ。次はこれ。滋賀の珍しいものや古いものを探して回るココホレヴィンテージ。今回は近江八幡市多賀町にあるアンティークギャラリーメレルさんに行ってみたいと思います。この巻物というか長細い紙に、はい、太閤汽船株式会社、名前は違うか知らんけど、はい、今でもこの会社は多分あると思いますわ。これは共同運輸会社って書いてある。こっちの方が古い思いますわ。日本海側の方の海津大崎、あっちの方まで走ってたんちゃいますかね、船で。父屋のお仲間で作ってはったんでしょうね、これね。こういうので基地に入れに来はる方もあったんでしょうね。これはお宝なんで売らないですね。一つ柳にメレル丸二チョン。近江八幡は日本の中心のへそやと直筆やと思いますわ。これは私が見つけた中でなんかお宝かなと思って、メレルさん大好きやし、もっとあったんやろうけど、見つけられてないのが多いんちゃいますか。ほんまにもう個人的なもので個人にお渡ししとかはるから。
これみんなが欲しいやろなんてあそこにいつも隠してるの。なるほど、なるほど、はい、これは昔のね写真をパネルにしとこはったの。八幡堀の周りに工場がいっぱいあったんですって、はい、こういう感じで瓦焼いてはったやと思いますわ。八幡瓦の前世紀ってもう戦前から戦後ぐらいにかけては大量に生産されてたんでしょうね。子供のね赤ちゃんので、ここが胸のとこで両足、あーなるほど、でこれお母さんの浴衣で作ってはる。はあ、古いですよ、明治ぐらいやわ。明治ぐらいの、うん、これの裏がお尻が見えるという丸、ここ丸出しですよね。これ丸出し、パンツ履かんとお尻がここに来てるって感じかな。風呂敷お洋服に仕上げたものなんですね。みんなお嫁入りの時親が刺し子して丈夫にするために刺し子して、真ん中に自分の屋号、破れたりしてる、うん、穴開いたものはエクボって言うんです。穴開いてるねっていう言われた時はこれはエクボなんです。これ襟、お布団なんですね。藍色やけどこの赤とか入ってるのがあのちょっと珍しい。これは本当のもコット。酒袋、綿なんです。綿の半布、これにもろみを入れるわな。そしてこれでお餅かけで、こっから一滴一滴酒がこされるってことだな。1年目に使って次の年に使うまでカビ入らんように、虫すがんように、この柿の渋の色をかけていく。かけるほどこの色が濃くなる。でももう酒屋さんは今もうこれは使ってない。使ってないね、うん、で今それが帽子になったりお洋服になったりカバンになったり、ね、一番古いのは300年前ぐらいのもの。使わなくなったのをこういう風にしちゃったの、どういう風に使ってあったかわからへんけど、これ酒屋さんの酒蔵からこれいただくんやろか。酒屋さんがダイヤ焼酎初日って書いてある。喜ぶよ、じ元安土城からな、大中の湖の中にずっと織田信長が馬で行けるように湖の下に石畳があったと聞いてねえわ。じゃあここはもう干拓しよって米作らんなさかい。待ってん、もうみんな知ってあるの安土の瀬らは。ほんまです。次はこれ。懐かしい滋賀が映像でよみがえる懐かし賀。
これは1974年1月2日に撮影された大津市日吉大社の映像です。境内には初詣に訪れた華やかな晴れ姿の方がたくさん。歴史ある建物が立ち並ぶ境内で皆さん真剣に手を合わせています。こちらに並んでいるのは若水。元旦の早朝に汲んだ水で邪気を払うと言われているそうです。日吉大社の初詣の風景でした。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュ、みんな見に来てな。突然やけどわし、塩で元気に頑張ってる保育士さんを応援するために生まれ変わるで。じゃじゃーん、わし保育のおっさんやで。それでは保育士さんのあるあるソング、保育のおっさんダンス、レッツダンシングやで。エンディングはこちら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで、ウェブアミンチュで。